こんにちは、まほろばの RA です。僕たちの住む寮を紹介していきます。最寄りの駅から徒歩6分、駅周辺にはスーパー、ドラッグストア、ファーストフードなどがあるので生活の不便はありません。では入っていきましょう。まずは玄関、オートロック式なのでセキュリティも万全です。ここは下駄箱になります。宅急便などの荷物は利用長が代理で受け取ってくれます。荷物が届くとこのモニターでお知らせしてくれます。ここは居室です。 Wi-Fi も完備されています。机、椅子、ベッド、衣装タンスなどが備わっているので引っ越しも楽にできます。ここは食堂です。月曜日から土曜日まで朝晩ここで食事をとります。美味しく健康的な食事をとることができます。ここで自分で料理をすることもできます。電子レンジとオーブントースターも自由に使えます。ここはランドリールームです。洗濯機と乾燥機も常備しています。こちらも無料で使うことができます。次にお風呂場を紹介します。奥ののれんをくぐると脱衣所になります。次に大浴場です。疲れた日も湯船に入って疲労回復できます。次にシアタールームです。映画などをゆっくり楽しむことができます。次に自習室です。集中して勉強できる空間です。 Wi-Fi も使えます。こんにちは、国学院大学学寮まほろばの寮長寮母の佐久間です。コロナ禍で行動に制限がかかっていますが、楽しい過ごしやすい寮生活ができるようにと思っています。ぜひとも来年入学される皆さん、まほろば寮に来て楽しい学生生活、寮生活を過ごしましょう。待ってます。